安楽寺は、高知県高知市にある新言州豊山派の仏教寺院。三号は妙色山。妙色山金松院安楽寺とこうする。本尊は、阿弥陀如来。伝承によれば、縁起年間、菅原道真の長子である、菅原高美が、入る先の土佐国市を得て、菅原道真正教の知らせを受け、畜地にある道真の菩提寺の安楽寺にちなんで、 当地に安楽寺と塩井天満宮と混流したという。寺は当初の塩江から増ス型を経て熊に移転した。その後、十二坊を有する大寺院となったが、応仁の乱の陛下を受けて消失し衰退。天正十八年の金剛福寺文書に熊安楽寺とあり、当時は熊に寺があったことがわかる。 その後一時廃絶するが、江戸時代になって、漢文年間二具法寺の栄新大徳により、再興され、この時陰号を、金正院と改めた。明治時代初頭の廃物希釈の影響で、ついに廃寺となったが、明治8年に常だからにより、長祖壁氏の母大寺であった、旧図用院跡に再興された。再興した後しばらくは、 いずれも廃寺になった四国八十八箇所第三十番札所の別当寺である神宮寺とその達中全学寺の代わりに第三十番札所になり全学寺が再考された後は1993年まで双方がどちらも札所になっていた1994年1月1日からは全学寺を第三十番札所当時を第三十番札所奥の院と定め 第30番札書が2箇所存在する問題が解消された。また、かつては全学寺の3号と同じ、都度山安楽寺と称していた時期もあった。そのため、各所に見られる、ミニ四国88箇所などでは、都度山安楽寺の表記の場合が多く見られる。犬井上正幸の墓。ありがとうございます。